新しい私いろいろ始める仙台いろは。女性の色気は目元より口元ですよね、多分。ということで今日は大人の色気をアップさせてくれるリップメイクのいいねな情報をご紹介します。いいね。大人の自分を探しにやってきたのはエスパル仙台本館1階パフューマリースキアにあるメイキャップブランドナーズ。中西さん、みんなが振り向くようなリップコスメありますか？はい、7月に発売されたばかりのナーズフルビニールリップラッカーをご紹介します。スムースかつクリーミーで濃厚なカラー、光を反射するミラーのような仕上がりのリキッドリップが限定で登場。ナーズフルビニールリップラッカーは重ねてつけても均一に仕上がり、輝きのあるリップに仕上げてくれるそう。こちらは全11色のラインナップです。ぜひ試してみませんか？はい、お願いします。2面あるアプリケーター、へこみのある面で適量を取ったら反対側のふかふかな面で均一に塗ることで艶めきを高めます。自分で言うのもあれですが、大人の色気がグッとアップしますね。こんな自分初めてです。とてもお似合いです。いいね。他にもナーズ史上一番マットに仕上がるナーズパワーマットリップピグメント、ラグジュアリーな美しい口元を演出するナーズベルベットリップグライドがこの夏新色を追加して新登場。このマットな唇もいいけど、サテンカラーの口元も魅力的。数量限定の商品もあるので詳しくは店頭でチェック。大人の魅力は口元から、魅力たっぷりの大胆リップでいいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。